はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員、くつだりょうじでございます。じゅん様、まさひろ様、売りなら丸奈ま様、むべ様、かまとと炭治郎様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動を資金にさせていただきたいと思います。10月31日告示、公示、11月7日投票の葛飾区議会選挙のポスティングボランティアさん募集は締め切らせて、いただきました。31日超えて、なおポスティングしちゃうとですね、選挙違反となってしまうので、まあ、1週間前ですんで、新規のポスボランティアさんは締め切らせていただきました。今活動中のボランティア様各位、31日超えてポスはしないでください。選挙違反になってしまいます。応募&活動中の皆様、誠に誠にありがとうございます。肺がん手術で入院中に何度かですね、何人かですね、抗がん剤治療で髪が薄くなったんだろうなぁと思われるですね、まあ、キャップかぶってる女性患者を目撃いたしました。まあ、病院内でね。私のようなですね、激痛系の治療、手術の前も、の検査も、痛いのを何度もやる。手術やった後も、もちろん痛いのが何日か続いて、しかもその間に痛い。検査もあって、採血も痛いっていうのも切ないですけれども、こういうですね、薬使った長期の治療も他人事でも切ないなぁと、お気の毒に思っておりました。で、気の毒に感じながらもですね、思ったのがですね、ジェンダーのに配慮して、男女トイレを区別を廃止しろとかですね、ニューヨークでもだいぶ進んじゃって、公衆トイレで男女の区別なくなっちゃってるみたいなんですけど、男は青のトイレ表示、女は赤のトイレ表示はおかしいとか言ってるんですね。まあね、明石市の公園のトイレがなんか少数のですね、ギャーギャー言うやつのせいでですね、男性、青でですね、男性用トイレのマークね、女性用トイレのマークが赤っていうのが、なくなっちゃって単一色になっちゃったみたいであります。明石市のですね、行政のですね、SDGs 室長なんていうのが、またちょっと赤っぽくてですね、それを喜んでる節があって、まあ、ちょっとのね、少数の意見、一人か二人の、がギャーギャー言ったからって、そんな風に喜んでしちゃったっていう背景があるらしいんですけどね。とか言ってる基地フェミどもはですね、まあ治療で髪が薄くなった女性に配慮して、女はみんな丸坊主にしろって言ってるようなもんじゃないかなーって私思ったんですね。その病院でね。そうはならないじゃないですか。私もですね、来月早々からちょっと内科の方のと相談してですね、抗がん剤治療やっかもしんねえ、やんねえかもしんねえ、やったとしても薄いやつ、投薬まず開始すっかもしんねえなんていうことで、頭髪が薄くなっかもしれないですけれども、頭髪が私薄くなったとしてもですね、私に配慮して男は全員丸坊主にしろとかは言いませんよ。まあね、患者、女性さんには気の毒だけども、それに配慮して、女性全員丸坊主っていうのはめちゃくちゃじゃないですか。まあそういうことを言ってんのが、この、男女別、少数の LGBT、ジェンダーがあやふやな人に配慮して、男も女もトイレなくしちまえとかですね。あと、公衆浴場も、混浴にしちまえとかですね。まあ、少数に配慮して、ジェンダーでも何でもいいですけれども、に配慮してですね、全体をどうのこうのしようっていう連中は、まあ、これと同じことを言ってんだよなーって、ちらっと気がついちゃいました。問い、質問。テロリストと基地フェミの違いは、答え、テロリストとは交渉できると。まあ基地フェミ話通じねっていう、まあジョークでありますけれどもね。まあ50過ぎてもいろいろとまあ気づきは
ありますね。その髪の毛薄くなったあの気の毒な女性患者を見ただけでもですね、あそっか、あいつら言ってんのはこういうことなんだなって思い当たる節があったりですね。昨日退院してきたわけなんですけれども、昨夜はですね、ちょっと咳が出て、まあ、切ったのは背中なんですけど、胸の肋骨が痛いです。咳しすぎて。これがですね、肺を切ったり張ったりしてるもんですから、どうしても炎症性の痰。まあ、手術やったばっかりの時は血混じりの痰、出なんですけれども、最近は血はなくなってきたんですけども、まあ炎症性の痰がしばらく出るや、なるべく出してね、切ったところ痛いでしょ。痛いけど頑張って咳して出してね、痰がうまく出ないと肺に蓄積して肺炎起こして大変なことになりますよ。とですね、関西生コンのようなことを言われて、しまって、まあ、頑張って、咳して、痰出してんですけども、昨夜はちょっと咳出しすぎて、胸の肋骨が痛いのなんの。これね、私の知り合いの、まあ、関係ないんですけど、痰と咳の話では関係ないんですけれども、実は私の知り合いの女性でですね、妊娠中のつわりが、ひどくて、尋常じゃねえほどひどくて、もう朝と言わず昼と言わず夜中と言わず吐き気で、うわーでーでーって年がら年中やってまして、まあ気の毒なんですけどね、つわり、ひどいタイプだった。そんでね、あんまりわーってやりすぎて肋骨折っちゃったって友情性私知ってるんですよ。まあ私も咳しすぎて肋骨を折るまではいかないとは思いますけれども、まあ肋骨とですね筋膜の間がちょっと今痛いところであります。まあ肋間筋の筋肉痛もあんだろうな、これな。で手術前はですね、そういうわけで咳ちょっと出るんで咳止め、アネトン咳止めとかブロン咳止めとか買って飲んでたんですけれども、まあ咳出さないとダメで、大変なことになりますよって言われたもんで、それ飲んじゃダメなんだろうな、これな、抑えちゃな、痛くても傷が痛くても咳すべきなんだろうなと思って、我慢して、咳出しております。今は収まってますけれどもね。NHK 党首討論、やったそうであります。一堂にですね、各党の党首が集まってですね、共産党は代理で小池晃が出たらしいんですけど、シーカズも代理でね、安保について共産党、本当の独立国を目指し、日米同盟破棄、防衛費縮小、と答えました。本当に言ってました。ネットの反応です。本当に言ってて大爆笑。完全にボケたか。本物の強靭集団。はい、外観誘致罪、日本を売り渡したスパイ政党、同盟破棄なら大軍拡が必要やろ。同盟破棄で軍縮だと、まさしく敵の代弁者。一度中国共産党に任せてみましょうと言ってるようにしか思えないと。本当の独立国を目指し日米同盟破棄ってことはですね、イコールスイス化だろう。我が国をスイスのような国にしたいのがって話なんですけどね、左翼どもが憧れる永世中立国スイスの実情はこんな感じなんですよ。男性は徴兵があります。まあ、よっぽどの障害とかですね、そういうの理由がない限りは、生まれつきちょっと脆弱、体質、体力がないとか、まあまあ腕とかがですね、なんか異常があるとか、足とかね、そういうのでない限り徴兵されます。現役兵以外は全員予備兵扱い、つまり男性ね、その任期は30年と、つまりですね、20歳ぐらいで徴兵されたとするとですね、まあ2、3年で、徴兵の期間終わってもですね、その後30年、つまり50歳ぐらいまでのは予備兵扱いになる、つまりスイスの20歳から50歳ぐらいの男性は実質的に兵または予備兵と、
現役または予備というふうになりますね。その総数80万人だそうでございます。で、男性人口が400万人の約2割ですから、そうすると20歳以下の男性、ですね、男性人口が400万人、男女合わせて800万人ぐらいだそうでございます。20歳以下とですね、50歳以上の男性で、それ以外なんだろうな。石を投げれば、現役兵か予備兵に当たるというのがスイス。これがスイスの実情。予備兵は、動員発令48時間以内に集結義務がある。それを可能にする法整備もなされている。各自武装集結のため、全員が武器含む兵装を自宅に保管している。銃だの、手榴弾だの、ヘルメットだの、軍服だの、カモフラ服だの、銃剣だの、ブーツだの、もろもろですよ。消耗品の弾薬などは、郵便局や役所、公民館などに大量に保管されており、有事の際は配布されると。弾薬も自宅保管ってのと大変ですから、大量すぎてね。というふうになっています。国内侵入路の道路。スイスに侵入する、道路だの、橋だの、トンネルだのがあるわけなんですけども、これはですね、すべて通知一本、一斉、命令一家、一斉に封鎖可能。瞬時に破壊し、使用不可能にできるような設計が法で義務付けられている。最初からそういう設計になってないと、建築許可が下りない。橋とかトンネルなんですけどね。あと道路もですね。全国民が避難できる十分な規模のシェルターを整備してある。こんだけでもすげえ金かかっちゃいますね。世界最大の核シェルターはちなみにですね、スイスのソンネンバーグトンネルシェルター。トンネルを利用したですね、使ってないトンネルあるんだろうな。そこを利用したシェルターが、世界最大の核シェルターだそうであります。全国民に対し、敵国の偽情報や宣伝に惑わされぬよう、情報知性、情報リテラシーってやつですね、などを義務教育している。これ、日本でも必要じゃないですか？私はあまり欧米を見習えとは言いませんけれども、去年のですね、大統領選挙なんかで、アメリカも大概だよなぁ、なんて、呆れちゃったとこでもありますし、ただ、このスイスのですね、情報教育は見習うべきじゃないのかなぁ、日本においては、テレビから、教師から、騙しにかかってますからね、生徒のことね。教師はですね、テレビに洗脳されて無意識にやってるっていう節もありますけれども、その内容は、義務教育の内容は、情報リテラシーだけではない。サバイバル術。生き残り術ですね。獣はこうやって、火の起こし方から、キャンプの仕方から、水の入手方法から、消毒はこうするみたいな。それからですね、敵軍に占領された状況での、レジスタンス活動にまで及ぶと。抵抗しろってことですよ。自分の銃とかナイフとかで、占領中の敵に抵抗しろという術、技、方法も義務教育と。民間防衛組織がありまして、全国民は何らかの軍事組織、民間の軍事組織に属しております。地域であったり、職場の組織であったり、コミュニティ組織であったり、そういう単位のですね、民間防衛組織に所属し、政府と軍との連絡が途切れても、つまり政府が倒れちゃっても、軍がなくなっちゃっても、レジスタンスできると。潜伏してテロ活動できると。敵国のあれにね、ゲリラ攻撃するんですか。組織単位で独自行動可能。これスタンドアローンコンプレックスって言いますね。全然連絡の取れてない各国の個体がですね、同じ意志を持った一つの生命体のように、行動を起こす似たような、スタンドアローンコンプレックスと言いますけれども、イメージ的にはですね、豊島区で言ったら、東池袋町会隊とかですね、西池袋中学校 PTA 隊とかですね、豊島区職員隊とかですね、
ドコモ社隊とかですね、職場のあの組織もあるっていうのね、東京都軍とか、そういうような感じでしょうか。まあ、あの、これらね、あの、シェルター配備であるとか、軍事組織民間で、あの、作ってですね、どこに所属しろとか、銃をですね、あの、自宅に保管して、いざっていう時にはアズマンだととか、どれが一つでもやろうとすれば、左翼大騒ぎ間違いなしでしょうね。特にあの、共産党なんか、大騒ぎすんじゃねえの。でもあの、共産党がですね、あの、本当の独立国のための同盟破棄って、こういうことでしょうよ。味方がいねくなる。味方なんかいらねえ。本当の独立国だ、俺はって。日防衛防衛破棄ならですね、これプラス、国民の意識を変える、あとは法整備して、武器を揃える、シェルターを整備する。以外にもですね、あの、十分な核武装も必要と。これは防衛費、桁違いに増えんじゃないですか。そんでね、あの、軍縮って言ってるし、本当にバカだし、騙しにかかってるとしか思えねえし、本当にそう考えてるんだとしたら頭おかしいしね。まあ共産党員は全く理解しないんだろうな、こういう理屈を私があのとくとくとあの説明してもそういうわけいかないんですよって、同盟破棄ってこういうことなんですよ言っても共産党員、は全く理解できないんだな、言われてあのしばらくはフリーズするんですけど、ちょっとほっとくとですね、あの、再起動してですね、まるであの、ターミネーター2のシワちゃんのように再起動してですね、また同じこと喋り出すってことね、日米同盟破棄で軍縮と、喋り出すって話です、ことですから、現在もあの、共産党を支持してるような人はですね、頭悪すぎて、強人レベルですもんね。だから信者って呼ばれちゃうんだよね。それも狂信者って呼ばれちゃうんですよね。あったら死ぬのも全然増えないしね。スイスがこれほどまでの対価を払って手に入れたメリットの一つなんですけれども、なんでそんな強がんの？なんでそんな永世中立国で、孤立を好むの？どこも手差し伸べてくんないの？っていうような疑問もあるんですけど、まあまあメリットの一つがですね、世界中の悪人がスイス銀行に金を預けるっていうものがあります。ゴルゴ13ですら、スイス銀行に口座持ってますね。で、報酬はそこに振り込めみたいなね。日米が同盟がありますんで、日本はですね、あの、米国の要求に従って、口座情報開示請求を拒否できない。こいつテロリストの疑いがあるからとか言われちゃうと、もうあのお手上げ、そうまで言われちゃって隠せない、あとね、あのその現金、凍結しろって言われて、まあ拒否できない。同盟がある国はどこもそうだと思いますよ。まああの米韓同盟っていうのはありますけれども、韓国からアメリカの銀行に要求することはまずないとは思いますけれども、アメリカからね、こいつあの北朝鮮のスパイの疑いやからこいつのあの銀行口座ちょっとあの見せろって言われたら拒否できないじゃないですか。ただスイスはどことも同盟しておりませんので、まあ建前上はですね、拒否できる、堂々と拒否できる、預金者の秘密は守られると、だから悪人がこぞってスイスの銀行に金を預ける、守られてるから、自分が思いつく永世中立国のメリットはこのぐらいですね。あとはですね、あの子供の頃から国防意識を叩き込まれるんで、世界中に売れる武器を作れるというメリットもありますね。こちらはですね、あのスイスのアップルストアの日常らしいんですけども、まあまあアサルトライフル抱えて、ふらーっと店に入っても誰も何にも言わねえっていうですね、国防意識の違い、永世中立国ってですね、どことも仲良くしますじゃないんですよ。誰の喧嘩でも買うっていうことなんですからね、お間違いなく、共産党本当にあのトンチンカンな間違ったこと言ってんな、アギラッチュ、しかも NHK の番組で全国民に向かって、それを宣言してしまう、おかしいな、大半の人間が思ってもですね、まあまあ今いる支持者がうんうんって言えば共産党としてはそれで、いいんだろうな。というわけでですね、あの非論理的思考で共信者呼ばわりされている共産党や、そもそもが信者の公明党などが持つ票はいかほどなのかって、まあ、あの、国政選挙、衆院選も近いですし、ちょっと気になるところですね。総務省のデータから、過去12年間の
各政党比例票推移調べてみました。2007年の参院選から2019年の参院選の12年間に国政選挙はですね、合計9回ありました。衆院選、参院選、衆院選、参院選みたいな感じで合計9回。ほぼ毎年あったんですね、あの国政選挙ね。そんなにそんなに意識はしてませんでしたけどもね。2007年から2019年データ、公明党比例票推移、単位は万票であります。2007年、776万票、805万票、763万票、711万票、だん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 来てですね、2019年は653万票と、12年間で120万票減らしてますね。776から653と、まああの揺らぎはありますけど順調に微減してますよ。共産党441からですね、606、601、440、448と、まああの揺らぎ600万票超えて、この時はあの、うかうかと、ぬかぬかと喜んだんじゃないでしょうか、共産党。まあ、揺らぎはあるもののですね、2007年から2019年まで450万票前後で硬いなぁ。公明も共産も主力は団塊世代ということですけれども、まあ目に見えて勢力を落とすのには、もう少し時間が必要かなって、思います。民主党の場合、2325万票、2984万票、3000万票近いですけど、これ2009年の絶頂期、鳩山政権が誕生した衆院選での数字、3000万票。あとはあの、だん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 減ってって、1171万票民進党で取りました。これが2017年のこと。で、2017年、立憲に党名を変更いたしました。そしたら、あの、1108万票になりました。で、あの、2019年に立憲と民民が分裂しまして、立憲が791万票、民民が348万票、合計、1239万票ということですね。つまり、あの、民主党は、立憲と民民に分かれたもののですね、まあ1200万票ぐらいかな、2017年、2019年にかけて、まあ絶頂期の3000万票からはだいぶ減らした。半分以下になった。3分の1近くなったってことなんですけれども、まあまああの絶頂期、2009年、鳩山政権にテレビに騙され、なんとなく民主党に投票しちゃった人が半分以上いたってことかな。今立憲とか民民に投票するような人は、まあ、筋金入りでしょうから、まあ、それ以外の人ね、なんとなく民主党投票しちゃったみたいな、テレビに騙されて、まあ、こういうのこういう人はあのテレビ左翼って私は呼んでますけどね、ワイドショーに騙されて、ワイドショーにあのふんふんつって、なんとなく自民が嫌いになってしまっているというですね、あのテレビ左翼、まあライトな赤、ライトな反対性の、あのグループですね。今立憲支持しているような筋金入りじゃないっていうのが、あの半分以上いた、2000万人ぐらいいたのかな。2019年、2年前の各勢力は、まあ、あのこういう風になっています。まとめるとね、立憲約800万人、共産約450万人、公明約650万人。これが今回の衆院選でどうなるか見物なんですけれども、まあまあ、あの、立憲も共産も公明も減るだろうな。たったの2年ですけど。ですけれども、あの、公明は減る一方で、まあ600万票切んじゃないかな。公明はな。やっぱりあの、コロナの影響かなんかで、婦人部の活動がですね、リアル活動が、減ってる、やれないっていう話ですしね。まあ、公明は減少。立憲も、減少する。800万から減る。民民に流れたりする。とは、思いますけれども、その分ね、民民が増えたとすれば、まあ、あかん傾向だな。まあ、元はどっちも民主党ですからね。共産党も減ると予想します。450万が、まあ、400万切るだろうと、私は予想しておりますけど、
その分ね、第二共産党の令和の票が増えちゃったんでは全然ダメなんだよな。全然ダメなんだよな。なんて思いますけどもね。で、2009年絶頂期、民主党絶頂期のですね、目障り政党の、総得票が4700万票でした。目障り政党っていうのはですね、我々日本人にとって目障りな民主共産公明社民の票であります。2019年最新のこの前の参院選のデータは、目障り政党は、名前変わって分裂してですね、立憲民民公明共産令和社民は約2600万票に半減、ほぼ半減いたしました。まあ、目障り勢力の総数は半減してるんですけども、なかなかね、声がでかいのは、テレビが加勢しているせいなのか、それとも日本共産党のようにですね、日米同盟破棄、延々と軍縮とか、バカみたいなことを堂々と言える、潔さっていうか、まあ、本人も理解してないかもしれないですけど、声のでかさがあるんだと思います。なかなか弱ったように見えねえなって、こっちが思っちゃうのね。なかなか滅びまではいきませんな。まあ、今回の衆院選の結果を楽しみに待っております。大体この通りになったと思いますけれどもね。立憲も公明も、共産も減るが、民民と令和が、その分ちょっと増えちゃって、みたいな。なかなかしぶとくて、みたいな。そんな感じになると思います。雑談です。秋田犬とハスキーのミックスであるという犬はですね、まあ、紹介されておってですね、日本の、話じゃないんですけれども、まあまあ、外国ですよ。アメリカかどっかはわかんないですけどね、顔アップしますとですね、かっこいいですね。凄みがあります。めちゃくちゃ凛々しいです。メスだそうです。女の子、女子だそうなんですけど、めちゃくちゃ顔ですね。凛々しいですね。あー、これは何人かやってますわ。みたいな顔してるんですけどもね。でも、寝顔はこんな。ソファーに挟まっちゃって、こんな顔して寝てるそうなんですけどね。これが、ギャップ萌えってやつかな。まあ、選挙とは、全然関係ない、雑談でありました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。